はい、こんにちは、峠ドライブです。今回行く場所は千葉県成田市にあります木のぬくもり丘の上カフェさんに行ってみたいと思います。ここは千葉県成田市にある、素敵なサイフォンで飲むコーヒーです。で、ここの料理もすごい美味しい料理がいっぱいあります。で、千葉県成田市の龍泉の湯っていうところの近くにあります。イオンからね、ちょっと、先に進んでいくと、高倉町コーヒー店のそれを過ぎて龍泉の湯を越えたところの、先に左側にあります。以前私の動画でも龍泉の湯って挙げてると思うんですけども、そこのちょっと行った先のところに丘の上にちょっとあるような感じになります。芸能人ではね、黒谷友香さん、神田うのさんとかね、色紙が貼ってあるんですけども、芸能人も訪れている素敵なカフェです。結構店内もね、黒を基調としたちょっと落ち着いた感じのね、店内ですけども、このサイフォンで飲むねコーヒー、丘の上ブレンドだとか、そういうのがねちょっとね美味しかったです。で、料理もね、カフェメニューも美味しかったです。なのでね、これは行った方じゃないとわからないので、ぜひ行って食してみてください。それでは木のぬくもり丘のカフェさんの動画をご覧ください。どうぞ。はい、こんにちは。木のぬくもり丘の上カフェさんをご紹介させていただきます。ここは千葉県成田市万崎1163にある、丘の上カフェさんになります。ここはもう2回、3回ほど行ったことがあるんですけども、今回で3回目になります。ここはですね、千葉県成田市の万崎、龍泉の湯のね近くにあるんですね。以前僕の動画でも上げてる龍泉の湯の温泉ドライブの動画で上げてるんですけども、そこのすぐそばにあります。木のぬくもりをね感じられる素敵なお店で、今回はこのブレンドコーヒーをいただきましたけど美味しかったです。中には、炭焼きコーヒー、丘の上ブレンドコーヒー、あとはリンゴのケーキに抹茶のロールケーキ、ショコラケーキ、いろんなのがあります。で、ホカッチャパンもありますしね、また他にもメニューがいっぱいあります。丘の上カレーライスだとかね、煮込みハンバーグ、これ煮込みハンバーグ食いたかったんですけど、今回ちょっと食わなくてピザトーストを食べちゃったんですけども、はい。で、これがブレンドコーヒーですね。はい。で、これはサイフォンで入れて飲むコーヒーで、こういうの美味しいですよね。家でこれやってみたいなと思ったんですけど。で、これが他ピザトーストに、ブルーベリーヨーグルトにサラダがついております。木のぬくもりをね感じながら一服したら最高だと思いませんか。ぜひ皆さん丘の上コーヒー店に行ってみてください。お決まりの愛車記念撮影です。お疲れ様でした。